間違いやすいビジネス向け漢字、大体。この漢字は大体と呼びます。私のように間違えて大替えと呼ばないように注意してください。動画本編ではすいません、間違えて大替えと読んでしまっているので、大体と読み替えてみてください。すいませんでした。今回の問題、ラピッド STP は何々で規格化されているプロトコル、何々で規格化されているスパニングツリーと互換性がある。ラピッド STP は STP の上位互換として利用され、一番の違いは何々までの時間が短縮できることにある。ラピッド STP は STP のポートの役割である非指定ポートを2つの役割に分割している。何々はルートポートの予備として、何々は指定ポートの予備として振る舞う。経路を切り替えるときには、スパニングツリーは何々からの BPDU によって役割を決める。ラピッド STP では何々で BPDU をやり取りして役割を決める。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。ラピッド STP は IEEE802.1W で規格化されています。 IEEE802.1D で規格化されているスパニングツリーと互換性があります。ラピッド STP はスパニングツリーの上位互換として利用され、一番の違いはコンバージェンスまでの時間が短縮できることです。ラピッド STP はスパニングツリーのポートの役割である非指定ポートを2つの役割に分割しています。代替ポートはルートポートの予備として、バックアップポートは指定ポートの予備として振る舞います。経路を切り替えるときには、スパニングツリーはルートブリッジからの BPDU によって役割を決めますが、ラピッド STP では各スイッチ間で BPDU をやり取りして役割を決めることができます。お世話になっております、マサルです。今回はスパニングツリーの改良版ラピッド STP について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。ラピッド STP は IEEE802.1W で規格化されているプロトコルです。ラピッド STP の R はラピッドの略で、迅速なという意味を持っています。ウサギのラビットではないので注意してください。迅速という意味ですね。ラピッド STP はスパニングツリーと同じように冗長化された構成で、ループを防ぐ目的で利用されています。最大の特徴はコンバージェンスまでの時間が数秒に短縮されていることです。スパニングツリーの場合は間接的な障害の場合、コンバージェンスに50秒かかりましたが、ラピッド STP を使えばコンバージェンスまで数秒です。ラピッド STP は STP と互換性があり、いわゆる上位互換にあたるので、多くの場合はラピッド STP が使われています。現在においてはラピッド STP が使える環境であれば、こちらのラピッド STP が基本的に利用されています。具体的にラピッド STP がどのような仕組みで動くのか見てみましょう。まず大前提として、スパニングツリーの上位互換なので基本的な仕組みは同じです。最小ブリッジ ID を持つスイッチがルートブリッジになって、ポートの役割を決めて、各ポートがルートポート、指定ポート、非指定ポートになります。ルートブリッジから一番遠いポートをブロックすることでツリー構造を作ります。ラピッド STP も同じルールでツリー構造を作るので、出来上がったツリー構造はスパニングツリーの構成もラピッド STP の構成も同じ構成になります。同じツリー構造になるということです。ツリー構造は同じですが、先ほども伝えたようにコンバージェンスまでの時間はラピッド STP の方が短縮することができます。では実際にどのくらい時間を短縮できるのか、パケットトレーサーを使って見てみましょう。では始めていきます。上の構成がスパニングツリーの構成、下の構成がラピッドスパニングツリーの構成です。それぞれ障害を発生させて、どれぐらいコンバージェンスまでに時間がかかるか見てみたいと思います。それではまずはスパニングツリーから始めます。こちらの経路を削除します。経路の切り替えに約50秒かかっています。ではラピッド STP も同じように障害を発生させます。こちらのリンクを削除します。はい、わずか3秒で経路の切り替えが完了しています。このようにラピッド STP を使うと数秒で経路を切り替えることができます。まずはスパニングツリーとラピッド STP のコンバージェンスの時間の違いを見てもらいました。では具体的にスパニングツリーとラピッド STP の違いを見ていきたいと思います。まずポートの役割です。
スパニングツリーはこれまでルートポート、指定ポート、非指定ポート、この3つの役割を持っていましたが、ラピッド STP ではルートポート、指定ポート、代替ポート、バックアップポート、この4種類の役割になっています。スパニングツリーの非指定ポートにあたる役割を2つの役割に分けています。そしてポートのステータス。スパニングツリーはディセーブル、ブロッキング、リスニング、ラーニング、フォワーディング、この5種類に対してラピッドスパニングツリーは前半の3つをディスカーディングというステータスにまとめて、ディスカーディング、ラーニング、フォワーディング、この3種類のステータスになっています。スパニングツリーのディセーブル、ブロッキング、リスニングは、いずれもデータフレーム、マックアドレスを転送しない、学習しないという状態なので、ラピッド STP ではこれらの状態を1つにまとめています。では、まずはポートの役割、代替ポートとバックアップポートがどのようなポートなのか見ていきたいと思います。ラピッド STP の代替ポートというのはルートポートの予備です。そしてバックアップポートは指定ポートの予備として振る舞います。このように予備のポートをあらかじめ決めているので、コンバージェンスも早く済みます。例えばこのような構成の場合は、スパニングツリーの場合、こちらが非指定ポートでしたが、ラピッド STP の場合は代替ポートとしてルートポートの予備として待ち受けます。ルートポートの経路で障害が発生した場合には、すぐに代替ポートがルートポートの役割を引き継いで通信を継続させます。次はバックアップポートです。バックアップポートは指定ポートの予備として振る舞います。例えばこちらの構成をご覧ください。スパニングツリーに対応していない機器や、スパニングツリーが無効になっている機器に対して複数のリンクがあります。このように複数のリンクがある場合は、ここでループが発生しないように、ブロッキングするポートを選出する必要があります。今回の場合はこちらがブロッキングに選出されます。このブロッキングしているポートは、ラピッド STP では指定ポートの予備としてバックアップポートという役割になります。指定ポートのリンクで障害が発生した場合に、バックアップポートが指定ポートの役割を引き継いで通信を継続させます。バックアップポートもブロッキングの状態からすぐにフォワーディングに変更されるので、迅速に経路を切り替えることができます。まとめると、ラピッド STP にはポートの役割として代替ポート、バックアップポートがあります。ポートのステータスではスパニングツリーが5つのステータスだったのに対して、ラピッド STP の場合は3つのステータスになっています。ディスカーディング、ラーニング、フォワーディングですね。次はスパニングツリーとラピッド STP の BPDU の違いに注目してみます。スパニングツリーでは障害が発生した時に、障害が発生したスイッチが一旦ルートブリッジに障害発生を伝えて、ルートブリッジから送信された BPDU によって各スイッチはネットワークの変化を知るという流れでした。そのためルートブリッジから離れているスイッチのことを考えて転送遅延タイマーが存在しており、その結果実際にはスパニングツリーの再計算が終わっていても、タイマーで決められた時間まで各スイッチは待機し、経路を切り替えるまでには最大50秒かかってしまっていました。そこでラピッド STP ではタイマーによる管理ではなく、スイッチ間で BPDU を使って情報をやり取りして役割を決めるようになっています。障害発生時にルートブリッジからの BPDU を待つのではなく、それぞれのスイッチが隣接スイッチ間で BPDU を作って情報を交換し合ってポートの役割を決めます。またラピッド STP では BPDU がキープアライブとしても機能しており、 BPDU が受信できなくなることで障害の発生を検知することもできます。このような仕組みがあるおかげで、スパニングツリーではルートブリッジへの依存度が低くなり、各スイッチ間で BPDU を使って情報連携をすることができるので、コンバージェンスを早くすることができています。では具体的に隣接スイッチ間でどのように BPDU のやり取りをしているのか見てみましょう。隣接スイッチ間では BPDU を使ってポートの役割を決めています。この時のやり取りをプロポーザルとアグリメントと言います。まずお互いにプロポーザルの BPDU を送信し合います。このプロポーザルの BPDU には自分のポートの役割の情報が入っており、今回はお互いに指定ポートを提案し合っています。それぞれのスイッチは BPDU の情報を見て自分のポートの役割を決めます。今回は送られてきた BPDU の情報をもとに、左が指定ポート、右がルートポートに役割が決まりました。右のスイッチは左のスイッチが指定ポートになるという提案に同意をするために、アグリメント BPDU というものを送信します。アグリメントは同意する方だけが送っています。アグリメントを送信すると、自分自身のポートをフォワーディングの状態にします。左のスイッチもアグリメント BPDU を受信できたらすぐにフォワーディングの状態にします。
このように隣接したスイッチ間で BPD の情報をやり取りしてポートの役割を決めるのが RapidSTP の特徴です。それでは今回は RapidSTP について一緒に勉強しました。今回の学習内容をまとめていきましょう。 RapidSTP は IEEE802.1W で規格化されているプロトコルです。このような規格の名前もしっかり覚えておきましょう。 RapidSTP がIEEE802.1W に対して STP はどんな規格だったかというと、 STP は IEEE802.1D ですね。 RapidSTP はスパニングツリーの上位互換として利用され、一番の違いはコンバージェンスまでの時間が短縮できることです。 RapidSTP ではスパニングツリーのポートの役割である非指定ポートを2つの役割に分割しています。代替ポートはルートポートの予備として、バックアップポートは指定ポートの予備として振る舞います。経路を切り替えるときにはスパニングツリーではルートブリッジからの BPD によって役割を決めていましたが、 RapidSTP を使えば各スイッチ間で BPD をやり取りして役割を決めることができます。それでは今回は RapidSTP 一緒に勉強しました。もしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。